皆さん、焦点の時間でございます。ブラック企業にお勤めの皆さんはですね、うん、部下に〇〇の件明日までに頼めるかなどですね、無理難題を押し付けてください。うん、じゃあブラック、うん、部下の私がですね、いや明日はと言いますので、うん、さらに続けてください。うん、うん、はい、まあ、このあ、じゃあチンさん、おちょっとショッピさんに部下やってもらってもいいですか。オッケー。コマンドの件明日までに頼めるか。いや明日はゾムさんすいません。いやお前がやれ。すいません。お前がやるよ。すいません。いやお前これの責任者お前なんやろ。お前がやれ。いや下請けのせいにしたいよ。はい。エミルさん。ああお疲れさん。部長暗殺の件明日までに頼めるかな。いや明日は。あリスキューしたらやってくれるんやな。頼んだ。いやそうやね。リスキューはしてる。明日はやな。明日はダメなんだもんね。部長何したんですか。かったらオッケーなんや。部長何したんですか。いや分からへん。とりあえず殺される前に殺すかほん。明日は無理なやったら明日中に片付けるほん。やばすぎるやろ。じゃあちょっとエミさんに。あはい、うん、エミさん葬儀の件明日までに頼めるか。いやーちょ明日はお前が入るんやぞ。いやー、今日中に片付ける人やん。それあるやん。ちょっと連作シリーズでした。すいません。あ家族に衣装を書かせてください。皆さんはですね、筋肉トレーナーのロボロさんになりきって、うん、いや、いいですか皆さん、筋肉のためにアラをしましょうなどですね、アドバイスをしてください。新しいタイプのマネやったね。歯抜けてなかったし、うん、しまった。まあいいや、私がですね、そんなことでいいんですかと言いますので、さらに返してください。なるほど、はい、ただ皆さん、このお題にあたってですね、まあね、筋肉トレーナーのロボロさんというのがイメージしづらかったと思いますので、うん、今回はですね、ロボロ、そんな筋肉トレーナーのロボロさんのイメージ画像の方もね、用意させていただきました。こちらです。ちょっと待って、誇張しすぎな。はい、いや待って待って待って。お前ニップレスハムスターよ。ほんまや。こんなん見たらシャオロンクソほど笑うで。ほんまや。乳首隠す範囲でかすぎ。そんなにでかい。このロボロさんになりきってください皆さん。ああ分かりました。これ大丈夫や。俺がなりきれない気がするけど大丈夫。ロールが一番辛いお題かもしれん。世界一才能に溢れている男やな。はい。トドさん。いいですか皆さん、筋肉のためには人間をやめましょう。ちょ待ってくれ。そんなことでいいんですか。爆肉交代。ちょっと待って、俺もさ、人間をやめましょうでそんなことでいいんですか。決まりすぎやろ。だいぶハードル高い。才能の塊何回やめてきて。やめるの簡単なんやね。やめようと思えばみたいな感じで。じゃあはい。おエミルさん。いいですか皆さん、筋肉のために基礎トレーニングをしましょう。そんなことでいいんですか。そんなこともできないから私がコーチングしてるんですかね。まあ、いいですね。いいですね。やらそうやな。正しい正しい。うわぁ、これなんか。そんなことすらできないんですね。違うんすよ。悲しいかな、二人ぐらい俺の元を去っていったんです、このは。あれあれ基礎トレーナーロボロの元から。そう、はい、そうですね。ちょっと信じがたいことですね。今こんなに早く自立してしまうとは。犯人わかりやすい。はい。ゾムさん。いいですか皆さん。筋肉のために歌いましょう。え、そんなことでいいんですか。ダンベルフンフンフン、ダンベルフンフンフン、覚えてないかいそこ。ここ知らない。
裏話でも何でもないんですけども、このようなね、イラストをいただくために、私が描いたラフがこちらというとこれは、発注すごすぎるやろ、お前。私、チンコ描いてるやん。お前、腕貧弱すぎるやろ、これ。これがこうよ。これがこうよ。描いてくださった先生、ありがとうございます。ありがとうございます。先生、ビフォーアフターが全然ちげえ。